はい、どうも、ぱっちゃんです。今日はですね、10月2日水曜日、22時29分になります。今日はですね、ちょっとノアコインのお話をちょっとダラダラしたいと思います。で、ちょっとノアプラチナム、スワップが一応完了したというようなメールが出てまして、で、私もね、無事にスワップできているのを確認いたしました。で、改めてですね、ノアコインここ 1、2ヶ月ね、バタバタしましたけども、無事にねスワップが完了して、まあ、おめでとうございますといったところでですね、改めてちょっとねノアコインについてちょっといろいろダラダラとちょっと話したいなと思ってます。というよりも記事がねちゃんとありますので、ちょっと見ていきたいと思います。で、ノアコイン最新情報や価格チャートと、ニュースの関連性を調査と、取引所の状況等解説というところで、コイン東京さんからいつもの形で素晴らしい記事が出てますので、ちょっと見ていきたいと思います。はい。で、こちらノアリゾートですね。はい。で、ノアコインは、フィリピンの社会問題を解決することを目指し目的として、開発されたコインですが、一時的は詐欺コインではないかとの噂もありました。その後現在に、ね、至るまで様々なニュースが発表されていますと。で、ノアコインがどういった状況になるのか、最新情報をチェックしていきましょうということで、ちょっとこれね9月30日時点のスワップ前の記事なんですけど、ちょっと流していきたいと思います。はい。で、9月時点のね、ノアコインの、価格とかですね、ニュースの情報が出てますと。で、新たなアプリケーションの開発発表といったところで、ノアコインのブロックチェーンを利用するアプリケーションとして以下のようなものを開発していると発表がありましたと。で、資産管理、クロスボーダー決済、スマートコントラクト、分散型ウェブシステム、ブロックチェーンを利用した IoT プラットフォームといったところで、ここ昨今のね、IT のトレンドといいますか、ブロックチェーントレンドといいますか、そのあたりが結構網羅されているような形の発表がありましたと。はい。で、ノアコインでは、これらのアプリケーション開発をしており、いずれも将来となる有用なものであると言えるでしょうと。そのため、これらのアプリケーションの開発状況が価格に影響を与えるかもしれませんというふうにありますと。で、独自のブロックチェーンのリリースが近いと。2018年1月にプレセールが行われた時から、ノアコインやイーサリアムのブロックチェーンを利用した ERC20 トークンとして発行運用されてましたと。しかし今後はノアコインの独自ブロックチェーンで運用すると発表され、その開発が進められましたと。で、これがね、プラチナムの開発チームが行っている、ところですよね。新たな、ブロックチェーン、新たなノア独自のね、基盤を作っていくといったところですと。で、このブロックチェーンのテストが行われているため、まもなくリリースされる可能性が高いと言えるでしょうと。で、独自のブロックチェーンを利用すれば、さまざまなアプリケーションを実装しやすくなり、独自性が高まるので、より注目されるようになるかもしれませんといったところで、昨今このね独自ブロックチェーンを導入する、独自のプラットフォームを作るというようなのが、ちょっと流行ってますと。で、エコシステムと言われてね、いろいろな、出来合いのものといったら変ですけども、オープンソースをうまく利用して、例えば、コスモス、テンダーミントであったりとか、そのあたりのね、利活用をして、それにプラスアルファノアの独自性を出して、ノアの、プラットフォームというような形で進めているような形ですね。はい。で、ノアのトークンスワップの実施と延期発表といったところで、ノアのね、トークンスワップが延期するよといったような話がありました。で、無事ね、10月一日にね、スワップできたわけですけども、今ちょっと振り返ると、なんだかんだといろいろね、スワップするのかよとかね、価格を上げろとか、いろいろね、コミュニティの中でも、意見がいろいろ拡散してましたけど、なんだかんだでね、信頼あるプラチナムチームといいますか、結局無事にね終わらせたといったところが、非常にね大きな、ところなんではないかなと、ちょっと個人的には思ってますと。はい。で、こういった形で一時的にね、BTC NEXT の取引所が開設されて、マイサウォレットとかですね、
ノアの元々のプレセールのバックオフィスとつながるマイサウォレットから BTC NEXT へ一時的に、移行、まあ、送金ねしたわけですけども、まあ、そこからね新たなウォレットを作りそこに移動しましたと、まあ、これもうまくね結果的には中継されたという形で、まあ、その移行をね、わざわざするのかよというような形は実際ね投資家購入者からしたら思われたかもしれませんけども、こういった一時的に、ね、ブリッジを設けて一旦中継を踏んで新しいノアに、ね、移行したといったのは、結果的には素晴らしい成果ではないのかなとちょっと個人的には思ってます。はい。で BTC ノアコイン開設した取引所としていろいろね、取扱い通貨が BTC NEXT も、まあ、豊富ですといったところですね。ビットコイン、イーサリアムから始まりまして、まあ、カルダのエーダもありますと、ライトコイン、ビットコインキャッシュと、まあ、数々のね、有名どころの暗号資産が売買できるといったところになりますと。で、続いて、まあ、大きなね、金融機関、各種加盟店との提携ですね。まあ、一つはユニオンペイの提携ですね。銀狼カードでしたかね。ちょっと後で、相関図なんかでも見ておさらいしたいなと思うんですけども、こういったね、ユニオンペイとの大きな提携もありましたと。で、アントンさんがね、いろいろと、このね、引き出すね、実際にね、ウォンを引き出す画像なんとかね、アップしてましたけども、こういったところが実用化に向けて着々と進んでるといったところですね。はい。でね、ノアのね、もともとあったオフィシャル、運営側のね、ツイートから、まあ、プラチナム主導のね、コミュニティに、まあ、どんどん移り変わって、そこで活発化されてるといったところですね。であとはね、肝心のノアの価格チャートですね。プレセールから、まあ、BTC NEXT ではなくて、どこでしたっけ、忘れてしまいました。まあ、ヨービットとか、ヒット BTC ですか、まあ、あのあたりのね取引所があのノアを、まあ、当時ね情弱だったノアをね、騙すわけではないですけど、価格をね釣り上げて売り抜くといったようなねところを仕掛けられたといったような発表もありましたね。で今現状かなり落ちているといったところではありますと。まあ、ヒット BTC ですね。はい。まあ、このあたり歴史が流れていってますといったところですね。はい。まあ、ここまでね、価格を下げながらもよくぞ BTC NEXT のサービスイン、さらには新しいウォレットに移管というようなね、ところがよく進んだなというところで、まあ、これからね、キャッシュレス社会、2019年、20年、まあ、それから25年と、いう中で、また新たなスタートをね踏んだスタートしたんじゃないかなというような形ですと。はい。でこのあたりのねノアのチャートはもうご存知の通り、もうね私もあまり価格は見ないようにしてますけども、かなり暴落しているといったような現状ですと。はい。でね、ノアコインの特徴とか、まあ、いろいろ書いてます。はい。まあ、アンカーの国際送金システムの構築なんていうのもね、あります。まあ、フィリピンでの出稼ぎですね。まあ、このあたりの、まあ、送金を、まあ、銀行カードを持たないね、人たちの、送金のね、ための通貨となり得るのかといったような話も、まあ、出てましたと。であとは、POS ですね。まあ、デリケーティッドプルーフオブステークなんて言われてますけども、まあ、投票制を、活用した、まあ、コンセンサスアルゴリズムを利用した、まあ、新たなね、アーキテクチャ、を取り入れてるといったところですね。はい。まあ、これも、まだね、開発は継続しているとは思うんですけども、こういったね、新しい技術を取り入れようとする姿勢は非常に素晴らしいんじゃないかなと思ってますと。で昨日もねちょっと、いろいろ記事見てたんですけども、ビットコインキャッシュなどはプルーフオブワークからプルーフオブステークにね移行したいような議論も始まってますけども、まあ、正直ね、移行は、まあ、2年や3年ぐらいかかるので、こういった新しい、プラットフォームをゼロから作るっていう選択も、まあ、全然ね間違いじゃないのかなとちょっと思ってますと。
はい。で、まあ、こういった形でノアコインの歴史があり、ロードマップですね、今後ですね、まあ、ロードマップについては、まあ、ノアリゾートでのトークン利用とか、ノアシティでのトークン利用とかありますけども、まあ、このあたりリゾートやシティはもう建設がね、絡んでくるので、まあ、正直本当にどこまでできるのかっていうのはちょっとまあ、わからない部分ではありますけども、まあ、開発のね、ロードマップとして、まあ、フィリピンでの、送金などの利用とか、こういったリゾート系のものですね。まあ、それ以外にも、その、決済通貨として使ったりと、まあ、さらには世界展開みたいなテーマもありますので、まあ、それはね、ゆっくりと、成果を、またはね、進捗をちょっと追っていきたいなとは思ってますと。はい。で、まあ、最後の方にですね、まあ、こういったノアシティ、まあ、本当に作ってるのか、ちょっと微妙ですけども、まあね、アジアのね、ドバイとして、ここでね、富豪たちが集まってくるのを、まあ、期待したところではありますけども、まあ、そこでのね、主要通貨として、ノアコイン、頑張ってほしいところではありますけど、まあ、こういったね、まあ、未来がありますといったところで、この記事は、まあ、締めくくってますといったところですね。はい。で、あとはね、まあ、これは以前動画でちょっと出させてもらった、ノアの相関ですね、ノアブロックチェーンの相関関連ですね、まあ、中心にノアのブロックチェーン 3.0 があって、でステーブルコイン、QDAO ステーブルコインが回りますと。で、まあ、ブロックチェーン周りの方から話すと、まあ、コスモスのネットワークがあり、まあ、リブラとか、まあ、将来的に出てくるだろうリブラとか、まあ、イーサリアム、まあ、ビットコインなど、まあ、このあたりがクロスチェーンとしてつながっていくと。あとテレグラムの TON とかですね、まあ、ビットコインとか、まあ、それがクロスチェーンのプラットフォームで、まあ、動き出すと、まあ、その中心にノアがいますといったところですね。で、それを実際に利用される形態としては、まあ、ノアのウォレット、まあ、ノアプラチナムのウォレット最近できましたけども、このノアウォレットから、まあ、あらゆるね、ノアペイと言われる日本ペイ、ペイリミットコインペイメント、まあ、いろいろね、ありますけども、まあ、このあたりね、決済通貨として使われていくと。で、さらには、フィリピンのね、出稼ぎの労働者に対しても利用できるような、そういった、まあ、アプローチもありますと。で、さらにはノア事業、ノアシティ、ノアリゾートで利用されるといったところですね。で、あとはその取引所。まあ、これは中央集権型になるのかな、まあ、今現状は BTC ネクストはそうですけども、あの DEX 分散取引所の、準備であったりとか、あとは取引所トークンと言われる BNX ですね。で、さらにはどんどん、まあ、バイナンスのように、まあ、IEO とかいろいろなトークンを出していくというようなところもあるかなと思いますと。はい。で、まあ、ユニオンペイ、まあ、大手のね、銀ローカード決済での使用といったところが今のね現状見えてるところなんではないかなというのが、まあ、ありますと。で、まあ、さらにねノアコインが、まあ、大手取引所とどうやってね今後ね、タッグを組んでいくかと、まあ、私個人的にはもうね、まあ、分散取引所なども考えられているようなので、あまりね取引所にこだわらなくてもいいのかなとちょっと思ってはいますと。で、バイナンスとかね、まあ、無理に上場する必要あるのかっていうちょっと若干ね、疑問はありますけども、まあ、こういったね取引所との、連携も視野に入れてるというような話があったかと思います。はい。という形でちょっとね、今日は、ノアコインに関連する、まあ、無事にスワップできたということで、ちょっとねこの 1,2 ヶ月のおさらいをちょっと記事を交えてさせてもらいました。はい。ちょっとね長くなりましたけど最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ちょっとねこのままアップしてしまうと思います。ちょっと聞き苦しいところあったかと思いますけども、ご了承いただければと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、ばっちゃんでした。